陸上自衛隊の第 3.5 世代第4世代との見方も主力戦車である一丸式戦車は、国産戦車として4代目にあたり、それまでの第3世代主力戦車90式戦車と比較して戦闘力の総合化が図られているね。火力機動力防護力がそれぞれ向上した上に小型軽量化もなされていて、日本の国土防衛に適した戦車だな。日本の技術力を結集させた誇るべき戦車だよね。さて今回は高性能な陸上自衛隊の一丸式戦車について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本本土防衛のために最適な能力を有する戦車を将来にわたって保有するため、戦闘の形態の目まぐるしい変化に対応可能な機能性能を有した後継の開発が必要とされており、90式戦車の後継として新たに導入する戦車の条件として、C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の負荷と火力防護力機動力の向上、そして全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていたんだ。そして2002年度平成14年度から防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁と、三菱重工業において開発が進められ、2008年に試作車両が公開されて主な所言などが明らかにされたよ。その後2010年6月14日に静岡県駿東郡小山町の陸上自衛隊富士学校富士駐屯地で、一丸四式戦車試作車両として報道関係者に公開、90式戦車と並走して走行する姿が公開され、さらに同年7月11日に行われた富士学校富士駐屯地開設56周年記念行事で、初めて一般向けに2両の試作車による走行展示が行われ、この2010年度から陸上自衛隊で調達が開始されているね。一丸式戦車の主な所言は全長 9.42 メートル全幅 3.24 メートル全高 2.30 メートル全備重量約44トン乗員3名とされ、90式戦車より一回り小さく74式戦車よりやや大きく、喧嘩方式が74式戦車と同じく全天輪が油気圧式のパッシブサスペンションとなっていて、74式戦車と同様に左右への車体傾斜機能が復活していることが90式戦車との違いなんだ。これまで日本が独自に開発してきた戦車のうち90式戦車については、アメリカと旧ソ連による東西冷戦の影響を受けて主に平地が広い北海道での運用が考慮されており、大口径の125メートル砲が搭載されている旧ソ連製の T80 戦車などに対抗するために、大型化せざるを得ず、重量が約50トンとなったな。そのため90式戦車は日本国内の橋梁や路面の許容重量の基準から北海道以外では平時における配備と運用が難しいとされ、一丸式戦車の開発においては本州、四国、九州など全国的な配備運用に適した能力と、砲塔を乗せたままでのトレーラー輸送を可能にするなどの戦略上の機動性向上が求められた結果として、全備重量で約6トンも軽い約44トンとされたぜ。74式戦車を陸送する際にトランスポーターで輸送する場合、73式特大型セミトレーラーによって車体に砲塔を搭載したまま輸送できるんだけど、90式戦車の場合は最大積載量が50トンの特大型運搬車であれば砲塔と車体が一体のままの状態で輸送できるものの、最大積載量が小さい73式特大型セミトレーラでは車体から砲塔を分離して下ろし、別々に輸送しなければならなかったんだ。しかし、一丸式戦車では全備重量が約44トンに収められているため、約4トン分の装甲などの装備を取り外すことで砲塔を車体に搭載したまま、73式特大型セミトレーラで運搬することができるようになったってわけだ。さらに近年では全国的に道路交通網が整備され、かつて61式戦車が開発された頃に比べると道路の発展に反比例するように鉄道は地方ローカル線の廃線が進み、輸送網として機能しなくなっているぜ。そのため陸上自衛隊では74式戦車の開発以降、戦車の鉄道輸送は事実上断念していて、90式戦車を輸送する場合、専用のトランスポーターで輸送を実施しようとすると道路の許容重量によっては走行できるルートが限られてしまう可能性が大きく、
といって舗装道路を長距離自走させた場合には離体キャタピラーや足回りと、路面舗装を傷める可能性が指摘されていたんだけど、ヒトマル式戦車の設計にあたっては同時代に開発された世界の第 3.5 世代主力戦車の中では、小型となる40トン級車両とすることによって舗装道路を自走する際の車体と路面へのダメージ低減にも成功したんだよね。戦車において日本全国の主要国道にかかる橋梁約19,700箇所における橋梁通過率は、重量が約50トンの90式戦車で約 65%、55トンから60トンを超える海外の主力戦車では約 40% 以下とされているけど、この軽量のヒトマル式戦車に搭載されているエンジンは1200S2300RPM を発揮する三菱 8VA34WTK で、このエンジンは61式戦車以来の水冷4サイクル V 型8気筒ディーゼルエンジンで、出力重量比は約 27PS トンで、90式の約 30PS トンと比べれば若干低いとされながらも、出力 1500PS 重量55トンの戦車とほぼ同等なんだ。なお、この三菱 8VA34WTK については、そのコンパクトで高性能な点に着目したトルコが、2014年に新型戦車アルタイへの導入を希望したことを受けて、当時の安倍政権が武器輸出緩和政策の流れに乗って共同開発を行う方針が示されたことがあるが、トルコから第三国にその技術が漏洩する恐れなどから実現しなかったとの経緯があったぜ。目先の利益を取るより、情報漏洩のリスクを考慮した賢明な判断だよね。この高性能なディーゼルエンジンによってヒトマル式戦車は最高速度 70km/h を発揮するんだけど、変速比を常に最適に制御可能な、油圧機械式無段階自動変速走行機ヒドローメカニカルトランスミッション HMT を採用しているために、更新速度においても最高速度 70km/h を発揮することができ、さらにこの変速走行機によって90式戦車半分の半径で旋回が可能とされ、動力装置の高効率高応答化と小型軽量化が実現され機動性が大きく向上されているんだ。ヒトマル式戦車主砲にはこれまでの44口径 120mm 滑空砲より重量が 13% 軽減された。日本製鋼所製の軽量高高圧砲身の44口径 120mm 滑空砲が搭載され、さらに将来的には必要に応じて欧米の第 3.5 世代主力戦車の主砲である、55口径 120mm 滑空砲への換装が可能なように設計されているね。また、弾薬の互換性を保持するため、主砲の一部に西側諸国に共通のラインメタル社製の 120mm44 滑空砲と共通の設計がなされていて、90式戦車用の砲弾はもちろん、NATO 弾も使用できるとされているな。なお、ヒトマル式戦車用の砲弾には鉄鋼弾の他に空砲も調達されており、訓練や演習時の使用はもとより記念行事や模擬戦闘などで90式戦車では実施できなかった空砲射撃が可能となっているぜ。砲弾の装填には軽量化が図られた自動装填装置が装備され、砲塔内のベルト式球弾装置によって砲塔後面にある球弾用ハッチから自動装填装置への球弾を行えるんでしょ？そうだね。弾薬を砲塔内で保持する機構は90式戦車では爪型であったけど、ヒトマル式戦車では筒型になっていて、これにより装填中の砲弾の挙動が安定し、不整地を走行しながら戦闘時の装填安定性向上や、より早く装填することが可能となったんだ。また、副武装は砲塔上面の車徴用潜望鏡上部に旋回式の 12.7mm 重機関銃 M2 と、主砲と同軸に74式車載 7.62mm 機関銃が装備されているよ。ヒトマル式戦車の装甲には正面に複合装甲が採用され、その他の防弾板には結晶有微細化鋼板と呼ばれる鋼板が採用されており、増加装甲も含めて高い防御力を維持しながら軽量化が図られているな。そしてヒトマル式戦車最大のポイントは、陸上自衛隊戦車に初めて搭載された、C4I システムコマンドコントロールコミュニケーションズコンピューターズ&インテリジェンス式統制通信コンピューター情報、というネットワークシステムで、ヒトマル式戦車ネットワーク 10NW と呼ばれるこのシステムは、
ここの戦車内部だけでなく小隊や中隊単位の一丸式戦車同士が相互に情報を共有伝達することが可能で、例えば指揮官車の各種指示を全隊員が確認可能なモニターで共有するほか、車両間においてリアルタイムで射撃データを共有したり、各車の燃料残量や損害などを把握したりすることが可能となっているだけでなく、海自や空自とのデータ共有なども可能とされ、自衛隊員の間では走るコンピューターなどと呼ばれているというよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の操縦型潜水艦の11番艦欧遊にリチウムイオン電池が搭載されたのは知っているかな？知ってるよ。でも実は、10番艦まではスターリングエンジンを搭載していたんだよね。11番艦からはリチウムイオン電池を乗せ、馬力も8000からダウンしたらしいな。さて今回はその経緯について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。スターリングエンジンも良かったんだけど、低出力がネックとなり現行のリチウムイオンバッテリーの前に採用が変更。高出力のバッテリー搭載が可能となり、リチウムイオンバッテリーの進化は今でも驚くほどで、親潮型潜水艦でも交換できる時代になればいいよね。最近はエンジンではなく蓄電池を使用する潜水艦が増えたイメージだけど、もはやエネルギー資源が地球からどんどんなくなっていることも関係しているのかもしれないし、巷ではサスティナブルが歌われているけど、この影響が潜水艦にまで響いていると思うとなんだか不思議な感覚だよ。さて、海自の操縦型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては世界トップクラスの性能と言われていて、その操縦型をさらに発展させた太平型潜水艦の一番艦太平が、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所において無事に進水したんだ。この太平は操縦型より喫水線は2メートルほど深いそうで、排水量も50トン上回るとのことで、海自としては最も大きい潜水艦になるね。艦名の太平だけど、漢字で書くと太平で、当然クジラにちなんだものになっていて、実は海自の潜水艦の艦名は訓令に改称、水晶動物の名、水中動物の名から付与されるというルールがあるみたい。操縦型は、縁起の良い水晶動物である竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと操縦となり、この名前は、太平洋戦争で活躍した大日本帝国海軍の空母操縦と同じだな。ということは太平にもそういう歴史があるのかな？太平も大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前で、当時の潜水母艦というのは攻撃用というより、洋上で潜水艦への補給や乗組員の休養などの役目を担っていた艦艇であり、時には潜水艦隊の機関になることもあったみたい。この潜水母艦太平は、一朝有事の際、航空母艦に改装することが前提条件として作られていて、太平洋戦争が始まった時に航空母艦流砲に改装された太平だけど、1942年昭和17年6月のミッドウェー海戦で日本は主力空母4隻も失ってしまったんだ。この敗北によって、日本はそれ以後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に崩壊の道へと進むことになるな。このミッドウェー海戦の指揮を取ったのが悲劇の南雲中将で、彼を任命したのはあの山本五十六司令官だよ。彼の手腕をもってしても、敗れることになってしまい、敗戦の責任を問われた南雲中将は、それでもソロモン海戦などに参戦したんだけど、昭和19年敵の猛攻を受けたサイパンの司令部で自決してしまったんだ。どうしても山本五十六にスポットが当たるが、秀夫の陰にはこういった人物もいたことを忘れてはならないぜ。戦争では、このような陰で活躍した人々は数えきれないほどいそうだな。そして流砲は、ミッドウェー海戦を、改めて正規の空母として扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦しており、その後、広島の呉軍港で防空砲台として使用され、1945年昭和20年日本が敗戦した1年後の1946年解体されて、艦艇としての役目を終えているよ。現在の潜水艦太平は、欧遊や東遊にも採用されているリチウムイオン蓄電池が搭載されていて、
ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも設置されているから、そういう型に缶よりさらにリチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているんだって。そういう型に缶には、今までのスターリングエンジンは乗せておらず、もっとも最初はスターリングエンジンもそのまま使用する、つまり併用する予定だったみたいで、鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換することが検討されていたみたい。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は高くなっても大きな出力が得られるという結論に至ったわけで、実際10番艦までの建設費は1隻あたり517億円ほどだったんだけど、高額なリチウム蓄電池を乗せるため643億円ほどに跳ね上がり、100億円以上も増えることになってしまったんだ。経費は増えたけど、馬力は減ったと言われていて、なぜなら、スターリングエンジンの総流型のスクリュー軸空間力は8000だったけど、欧流や東流は工業値が5600馬力だから、性能が低下したと感じてしまうよね。確かに瞬発的な最大スピードは落ちるが、リチウムイオン蓄電池には効率放電を長時間持続できるというメリットがあるぜ。エネルギーを使用せずに蓄電池で動かす、というのは効率的にも良さそうだよね。だからこそ、中速から高速での長時間潜航が可能になるし、海中に潜むという潜水艦としての性能はぐっと向上したということになるわけだな。リチウムイオン蓄電池の利点は他にもあって、鉛蓄電池より2倍のエネルギー密度があり、充放電の繰り返し可能回数は 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短い、放電しても電気容量がさほど低下しない、鉛蓄電池で心配される事故の時の水素ガス発生の恐れがないということ。体芸は、部分単核構造になっていて葉巻型のフォルムをしているけど、船体構造にも新しい発想を取り入れていて、一例だけど、浮き課題と呼ばれる構造は外国でも採用が進んでいる浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩く時の振動や衝撃を緩和する働きを持っているんだ。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などの設置によって総流型よりも一層静粛性が高くなっており、体芸型には、余裕ができた艦内スペースを利用して、乗組員居住区に女性用寝室、シャワー室などを整備していて、今後の海事における女性の最前線への進出に対応するものと考えられているよ。直近は女性の海上自衛隊員も増えたからね。性犯罪等も取り沙汰されることが多くなったが、女性用の進出があるだけで、女性隊員の気持ちも少しは楽になりそうだな。体芸には、この他に情報処理システム C4ISTAR が採用され、光ファイバー技術を使用したより進化した備品が装備されることになっていて、兵装については、親潮型や総流型と同じ、18式超魚雷とハープーン対艦ミサイルなどを発射可能な 533mm 魚雷発射艦6門を設置したんだ。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の超魚雷で、2022年2月までに海事の全潜水艦に装備されるはずの高性能魚雷だね。この魚雷についている音響画像センサーは、敵魚雷の追跡を欺くためおとり魚雷を見破る能力を持っているだけではなく、浅い海域では、海中の音響が複雑になり魚雷センサーが狂いやすいみたいだけど、その中でも確実にターゲットを捉えてフォルムを識別できて、かつ命中率も高くなっているんだって。さらに、最適なタイミングでの起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているから、まさに世界トップクラスの魚雷と言えるんじゃないかな。ところで、潜水艦に関してお隣韓国で何やら変わった違った動きがあるみたいで、韓国が持っている通常型潜水艦では日本にかなわないと見たのか、なんと原潜を保有する構想が進んでいるらしいんだ。原潜は補給なしで半永久的に原子炉を動かすことができるから、セオリー上は浮上しなくても先行したまま活動できるだけではなく、必要な電力も自家発電可能で飲料水として海水の淡水化なども艦内でできると言われているよ。といっても、原潜の建造には巨額の費用がかかるし、
敗戦後の処理に頭を抱える国が多いことは知られている事実だな。それでも韓国は作りたいのかな。最近は韓国の軍事力や防衛力が増加傾向にあるが、とりあえず何にでも挑戦してみるといった貪欲な姿勢から生まれるのかもしれないな。日本にも厳選をという意見もあるんだけど、政治的な問題が解決されたとしても、日本の現状を考えると必要な戦力とは言えないのかもしれないね。日本の潜水艦戦略とは近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することになるから、潜水艦が求める性能は静粛性に尽きるし。でも、原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできず、機関を止めて海底にくっついていたとしても音は発生してしまうんだ。騒音を敵のソナーに探知されやすい原潜に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界各国で進められている無人潜水艦開発に充てた方が良いのではないかと思われるよ。ロシア・ウクライナ戦争でも顕著に現れている通り、戦いや防衛において人員不足は深刻な問題になっているし、だからこそ、人手を多く使用する原子力潜水艦よりも、無人潜水艦を開発した方が時間と手間も、もちろん人員も削減できそうだね。世界各国では無人潜水艦がメインとなっているのに、ここまで来て原子力潜水艦にこだわる必要はほとんどなさそう。日本も、早く世界に習って無人潜水艦の開発を進めてほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。イギリス軍が誇る空母クイーンエリザベス、その誇り高い上艦にアメリカ軍の F-35B 戦闘機が満載され、北海で合同訓練中なんだって。空母クイーンエリザベスは F-35B を乗せるため、クロスデッキ訓練を行ったということだね。これはイギリスだけの話ではなく、日本も護衛艦出雲でクロスデッキ訓練を行うために、改修工事に入っているな。クロスデッキというのは、空母の共同使用ということで、デッキ甲板をクロス交差させるということだな。自国の空母に離着陸させるんだから、どの国の戦闘機でも良いというわけにはいかないよね。だからこそ、同盟国の戦闘機でなければクロスデッキ訓練はしないだろうな。そしてクロスデッキを行うということで、同盟国の関係の深さを世界に知らしめることができるというわけだぜ。さて今回は護衛艦出雲が改修工事を急ピッチで進めていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ではクロスデッキ用の改修工事とはどんなものなのか説明すると、まず艦首部分を四角に改修して、急ピッチで完成目指して作業を進めているんだ。クイーンエリザベスには F-35B 戦闘機がいっぱいに搭載されているんだけど、その光景を見ると圧倒されるよね。出雲を改修したら日本の艦艇にも F-35B 戦闘機が満載されることになるんだろうし、その下準備というわけで山口県の岩国基地では F-35B 戦闘機を大幅に増やして運用する予定になっているとか、2020年9月末、防衛省は2021年度の防衛予算の概算金額を公表していて、その額が史上最も高額の合計5兆4898億円になる見込みということが明らかになったため、その内容が話題になっていたよね。特に注目されるのが、対象となる場所領域として宇宙空間、サーバー空間などへの対応を想定していることに加えて、電磁波など新規分野も網羅しているということで、これは今後の防衛の方向性を示すものと言えるんじゃないかな。現実の地上や海上、海中での戦闘ではなく、コンピュータ上でボタン一つで勝敗が決する戦争の時代が身近に迫っているような気がするし、敵の名前も顔すら知ることなく、倒せるというのはバーチャルだけかと思っていたけど、現実世界でもあり得ることらしいね。そうなったら、戦争というものに対して無感動に対峙する人間が増えていくことになるのではないかと不安に感じるよね。さて、前述のように新しい分野への対応もしつつも、同時に現在の事態への対応も必要で、その対応と考えられるんだけど、現有のヘリコプター搭載型護衛艦出雲、加賀に本格的な航空母艦化工事を行うため、
231億円という高額な具体的回収費用が盛り込まれたところも注目されるポイントとなったよ。航空母艦という言葉だけを見るとかなり大きいというか、重厚、深刻なものと感じられるし、戦争につきものといった考えなめないよね。その通りで、出雲、加賀の航空母艦化という動きは、ややもすれば言葉だけが一人歩きしてしまう傾向を生み、その是非をめぐって、専守防衛を理念とするはずの自衛隊が攻撃型兵器である航空母艦を保有しても良いのかという批判が上がっていることも事実だな。自衛隊の趣旨から攻撃的兵器保有は容認できないとする意見だが、弾道ミサイル防衛に関する敵基地攻撃能力の獲得という事態とも絡んで、議論の対象にもなっているわけだ。当然といえば当然だね。今までの理念を簡単にスルーしないでほしいし、なんといっても血税で購入するわけだから、しっかりとした誠意ある説明は絶対必要だと思うよ。言葉としての攻撃的兵器というレッテルなら、すでに海自の主戦力として欠かせない潜水艦は、軍事上の種別では攻撃型潜水艦と呼ばれているから、これも問題なのかという反論が上がっていて、要するに、艦艇や航空機、車両など兵器自体というより、実装する兵装武器によってどんな風にも運用できるんだから、それをスルーした批判は無意味ではないかという反対意見も湧き上がったね。ここで改めて考えてみると、2隻の護衛艦出雲と加賀を航空母艦として回収し、F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機として搭載することは、南西諸島方面に圧力を増しつつある中国海軍に対する強力な抑止力になるだろうという期待感もあるようで、この F-35 ライトニング2戦闘機は、高度なステルス性能を持つ戦闘機だから、敵のレーダーに探知されることなく、敵艦艇や航空機、陸上部隊などの対艦、対空、対地攻撃任務に従事することができるってわけ。そうなれば、尖閣諸島の防衛、万が一中国に強奪されたとしても、奪還に貢献してくれるはずと見込まれているぜ。このように、尖閣諸島方面などを目的とした海上から F-35B ライトニング2戦闘機を離着陸させられる護衛艦出雲、加賀は、中国を牽制するためには必要不可欠な戦力になると考えられているみたいだな。では、この改修工事はどんなスケジュールが予定されているのかってところだけど、具体的な出雲、加賀の航空母艦化改修工事日程は、2020年にはすでに出雲が約31億円の経費で飛行甲板周りの強化工事を行っているみたい。とはいえ、この工事完了はまだ第一段階に過ぎず、この次になる5年後の定期点検時に再度改修工事を行うことで、やっとすべての航空母艦化改修工程が終了することになり、ここでようやく F-35B ライトニング2戦闘機の運用可能というわけだね。こういったスケジュールだから、従来は2021年に大規模定期点検に入る加賀が一度に改修工事をすべて終了し、出雲より先に航空母艦化が完了するというのが一般的解釈だったんだ。だけど、今回2021年度の防衛費の概算要求内容を見ると、加賀の改修も2度に分けて行うということが判明していて、1度目は約231億円の経費で飛行甲板を拡張する大規模な工事となるということが分かったよ。その理由だけど、現在の加賀は垂直離着陸で運用されるヘリコプターのみに対応した船体で、それを短距離離陸垂直着陸が可能な F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために、飛行甲板を広げる必要があるということでの工事ってわけ。具体的な工事内容だけど、現在は監視方向に向かって緩やかに狭まっていく形状をしている艦首なんだけど、それをスクエア四角形状に直して、飛行甲板の長さや面積も拡張することによって、F-35B ライトニング2戦闘機を運用するのに最適な形状にするという工事だね。この改修工事を香川1回目の改修工事で行う予定で、5年ごとに行われる2回目工事では F-35B ライトニング2戦闘機を収容するための、艦内区画の変更を行う予定になっているな。2回目の改修はアメリカにおける同期運用方法を参考にするのではないかと思われるぜ。したがって加賀の改修が終わるのは2026年度以降と考えられ、
出雲は2024年度以降に2回目改修工が終わると見込まれており、どちらにしても出雲の方が少し早めに航空母艦化が実現すると推測されているってわけだ。では日本が期待する F-35 ライトニング2戦闘機について少し説明すると、なんといっても気になるのはそのお値段だよね。果たしてどれほどの巨額予算が注ぎ込まれることになったんだろ？改修工事と補強を合わせるかのように、調達予算が組まれている F-35B ライトニング2戦闘機だけど、2020年度予算は6機購入予定で経費は793億円。実際に購入するのは2024年ということで、2021年度予算では2機購入で経費264億円。これも実際の購入は2025年という計画になっているみたい。2024年と2025年の2年で調達予定になっている F-35B ライトニング2戦闘機だけど、どちらも1機あたり調達価格を計算すると約132億円になり、ライトニング2シリーズには、A 型、B 型、C 型の3種類あって、日本が購入したがっているのは C 型で、計算したように、通常滑走路仕様である A 型に比べると高額ということがわかるよね。出雲、加賀がこういった改修工事後の艦首は、アメリカの強襲揚陸艦の形状と同じのものになるんだけど、カタパルトのない航空母艦にはよくあるスキージャンプ式発艦の採用は見送られることになったんだ。艦載機としての F-35B ライトニング2戦闘機の運用のみを考えれば、スキージャンプ式がないということで燃料や兵装の積載に制限が生じることになり、デメリットとなるんだけど、対潜哨戒用は言うまでもなく、航空母艦上ではヘリコプターの運用もしなくてはならないから、そう考えた場合あちら立てれば、こちら立たずではなく、両方を成り立たせるため、苦肉の策とも言える判断だったのではないかと感じられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。